東京農業大学全学応援団。東京農業大学全学応援団は、東京農業大学及び、東京農業大学短期大学部の応援団、全日本学生応援団連盟に加盟している。正式名称は、旧字体表記の東京農業大学全学応援団であるが、現在では新字体表記の東京農業大学全学応援団が用いられる。 この応援団の大きな特徴として、全学、すなわち、全学生によって組織される点がある。このため、東京農業大学、東京農業大学短期大学部に入学した者が、すべてこの応援団に所属していることとなる。なお、通常の応援団業務は、全学部応援団リーダー部、全学部応援団水槽学部、全学部応援団チアリーダー部の3団体が、行っている。 また、このように特殊な組織ゆえ、学内では、学生団体ではなく、特別教育活動機関として位置づけられている。セパガヤキャンパス内に本部を、オホうツクキャンパス内に、オホうツク支部を設置している。厚木キャンパスについては、支部等を設置せず、本部が応援団業務を行う。明治30年代の東京高等農学校時代、 校内運動会の旧対抗競技の際には各クラス有志が応援し、対外試合があれば全学生が退去して駆けつけて応援はしたものの、まだ一定の形を成した応援団は存在しなかった。しかし、対外試合で応援する場合、統制を取る必要に迫られる。そこで対象2年、応援団長に押されたのが当時学部1年生の三浦慎九郎、後の 第五代系農業大学学長だった。1923年、大正12年、当時在学中の高等科3年、市川正樹の作詞で、青山ほとりが誕生する。農業をたたえ都人詞にして、農業の尊さを教えた歌詞と、故郷函館市郊外の湯の川温泉付近の素朴な民謡曲を取り入れたもので、当時の学生気質に一致し、 学生に広く愛称され後に応援歌として認識される。1925年、大正14年5月18日、大学令により、東京農業大学に昇格すると、学生団体である各友会より、新学歌の作成を要望する声が起こった。作詞を、小野絵衆に、作曲を山田耕作に依頼し、9月25日学歌、常磐の将風を制定し発表した。 こうして応援が発展して、昭和5年頃には、ヨカと専門部に独立した有志の応援団が存在したが、毎年の関東学生相撲大会が終われば、その存在を認められないほど、寂しくなり、一時的の応援団としか思えない状態にあった。昭和初期、当時は、学生間の思想問題が多く、一司会を中心とする。 皇室中心勢力と読書会を中心とする革新勢力の案とはかなり激しいものがあった。同じ頃、野球部が東都語大学リーグに加わり、他校の応援団に対する熱狂と真剣さが農大生を刺激した。しかし余華応援団も専門部応援団も便宜的に大学を代表したものであって、形式的にも何等の統制もなくその対立によって、たびたびトラブルを起こしており、 応援団統一の必要が叫ばれていた。こうした中で1931年、昭和6年、左右の対立を解消し農大を一本化するために、その中心母体として、学部学生も含めた全学生を網羅する、東京農業大学全学学生、応援団の設立が6月19日の各、友会総会において、満場一致で可決され、応援団の発足に伴い、 農大応援団を代表する応援団機を日本一立派なものにし、農大学生の心のよりどころにすることにした。皇室の公式儀式に議場申し上げた、この絵師団、この駅兵の槍を農大応援団の旗竿にと、陸軍省に払い下げを申請した。陸軍省でも敬意のないことであり、全く異例のことであって、払い下げには暇取ったが、この駅兵の槍絵がカフされた。 11月11日、大学校内の横井記念行動において、短期制定式が挙行された。1932年、昭和7年5月、例年の関東学生相撲大会において、当時の応援歌、青山ほとりに大根を持って応援した。白門付き姿の団長人参に一本を片手にやおら、立ち上がり、人参一振り、三百の農大群大根を片手に、 お嫁に行くならの晩成を張り上げたのは城内を押したと言う。その後は、各運動部の試合において、その機能を発揮し活躍した。1937年、昭和12年の日中戦争勃発からは、学内に出生者がある場合は、学徒室人相公開も行った。太平洋戦争に突入し、戦局が激化するに従って、大学自体が舞台編成に切り替わり、 東京農大谷川大、配属将校となった。全学学生応援団の活動も中断された。そして1945年、昭和20年5月、アメリカ軍による東京大空襲、山手大空襲を受けて、初代団旗を消失してしまうが、旗竿だけは何を逃れ今もなお現存している。1945年、昭和20年8月15日太平洋戦争の、 集結により、内外へ出生していた学生らは、渋谷、常磐松の校舎へ戻ったが、そこに残っていたのは横井行動だけだった。1945年、昭和20年11月、東京農業大学は、常磐松から、世田谷の現在地である旧陸軍、気候整備学校跡地へ移転し、再建に乗り出した。応援団は早くも活動を開始し、全学生の団結なくして、 母校の発展は、なしと全学生を解き伏せ、勉強のできる環境づくり、運動場の整備に立ち上がった。この時の農大応援団は、専門部のみで構成されており、各課ごとに複数の応援団が存在していたが、全学的な実験は、専門部応援団が持っていた。1946年、昭和21年10月、応援団は、 戦後初めての収穫祭の準備に入った。時代は連合国軍占領下で5人以上の集会の禁止令があり、収穫祭の宣伝許可を得るため警視庁に申請したが却下されてしまう。そこで連合国軍総司令部 GHQ へ行き、マーガット少将付き日系注意キャピー原田に陳情した。交渉は難航したが、マッカーサー元水の直筆の許可を得て銀座、 新橋、新宿、渋谷、三軒茶屋で大々的な宣伝パレードを行った。また、応援団有志の手によって診断機が作られた。1947年、昭和22年11月14日、大学ホールにおいて全学的応援団結成のため、学部、専門部、余科応援団の合同幹部会が開催された。 そして全学生応援団の構想が具体化されると、早速統合の運びとなり、1948年、昭和23年2月16日、学部、専門部、余下を統一し、全学生を包含した、東京農業大学全学応援団が復活した。1949年、昭和24年に、東都大学野球連盟の一部六校が集まり、 党と大学応援団連盟を結成し、盛大に記念式典を行った。あとに、党と大学応援団連盟は、全日本学生応援団連盟へと発展する。戦後ようやく復活した応援団ではあったが、1947年、昭和22年11月に発足した、全学学生自治会の委員総会から、今までの応援団に対する不満の点。 団費の値上げ問題について徹底的に追求され、結局解決に至らず、応援団組織を全面的に解散するか一部だけ、解散するかの採決を取り、有効投票43秒中全員が解散を要求した。このため、全額組織による応援団を再編成するために1950年、昭和25年6月30日をもって、全額応援団は解散した。 応援団解散と同時に新たに応援団結成準備会ができ、1950年昭和25年11月10日、全学生の指示を得て新規一転した応援団が再発足した。1953年昭和28年7月には楽器が購入され、ブラスバンドの練習が始まった。そして11月13日に五者管理委員会が開催され、 ブラスバンド部を応援団の一部として正式に発足することとなった。1960年昭和35年6月25日、応援団幹部内で暴力事件が起き、活動即時停止処分を受け、団長以下4年生は幹部役員を辞任した。自治会は応援団の暴力事件を批判し、同時に全額組織を廃止し任意の部にしようと主張した。 1961年、昭和36年、三団体統一に関する草案が第4回自治委員会の議案に上提された。その内容は、農友会に所属している体育団体と文化団体はそれぞれ体育連合会、文化連合会として、自治中央執行部の下に置く、新聞部は独立する、応援団は応援指導連合会として、中央執行の下に置く、政教は、 分離独立していることであった。1962年、昭和37年10月25日、大学側の回答は、ノートモ会及び応援団は、大学の特別教育活動のための機関であり、学生団体ではないので、学生団体として、これを統合あるいは脱退することは認めないであった。その前年、東京都水槽楽連盟が結成されたと同時に、ブラスバンド部が加盟し、 水槽学部へ改名する。1963年、昭和38年には連盟を脱退するが、翌年に再加盟している。1965年、昭和40年5月15日の友会ワンダーフォーゲル部が、奥秩父へ合宿に出発した。その際、強行を強いられた、新入生が死亡する事故が起き、これが、死の死後期事件として新聞に報じられた。 事件発生直後から学内では学生集会やクラス討論会など連日行われ騒ぎは拡大の一途をたどったその騒ぎの中学生会が中心となり学園民主会委員会が設立された一方クラス討論会においては仕事に関して賛否両論が激しく対立していた結論が出ないまま5月27日にワンゲル事件について 大学当局からの報告会があったが、この報告会と新聞等の報道内容とはかなりの食い違いがあった。質疑打ち切りを強行した学校当局側と学生側との間で小競り合いが続き、不満を持った参加学生の圧倒的指示によって、直ちに学生大会が強行された。学生大会は五つの議題が決議されたが、六月二日の学生大会において、 第四議題として、応援団問題が取り上げられた。この学生大会で一番問題にされたのは、応援団は、暴力団と公言されたことであった。さらに、学生会中央委員会委員長より、応援団を全額組織か、ートも会所属のクラブにするかを全額投票により、決つてはどうかとの提案があった。ついにこの事件は、応援団の存続問題にまで発展した。応援団を、 現状の全学組織で行うか、クラブ組織にするかの全学生投票が10日と11日に行われ、その開票が応援団幹部と学生会から各2名の立ち会いの下で行われた。その開票結果は2114票対1337票。全学組織で続けることが決定された。昭和40年代前半は70年安保。 学費値上げを問題として、学生運動が全国に拡大し、学園紛争が勃発した。農大においても縦看板を連立する動きが目立った。応援団幹部を中心に、一般学生有志をもって、一司会を結成し学内の警備を強化し、定期巡回を開始した。その活動中に過激派との小競り合いが頻発し、幹部が負傷して入院するといった事件が起きた。 1977年、昭和52年に全学応援団、バトントアラー部が創部された。それ以前の1962年、昭和37年に、吹奏楽部の女子学生有志が野球の応援にバトントアリングで参加したのが始まりであった。当時の女子学生は絶対数が少なく、しばらくは少人数での活動が続いた。バトンは個人競技が多く、 高度な技術が必要であり応援活動との両立が困難なため1984年、昭和59年にバトン連盟を脱退した。これ以降、応援団はリーダー部、吹奏楽部を含めた三部合同の活動が増えていった。1989年、平成元年、バトンとアラーブは活動の場を広げるためチアリーダー部へ名称変更する。1990年、 平成2年にオホうツク支部が設立、同時に支部団旗も作られた。1991年、平成3年は東京農業大学が創立100周年を迎え、渋谷公会堂にて全学応援団記念祭が開催される。1998年、平成10年に厚木キャンパスが開設されるが、現在まで支部は設立されておらず、本部として活動を行っている。 2006年、平成18年11月5日に100周年、記念行動にて、全学応援団、創立7周年記念式典が行われた。前日の通り、東京農業大学は全学生が応援団員である。このため、農友会を中心に、リーダー部でなくてもエールを切る機会が多い。リーダー形式もエール内容もさらには、歌詞の内容まで各部ごとに異なり、 さしたように渡っている。リーダー部自体も時代によって、形が異なり、昭和30年代の、青山ほとりなどは現在と全く異な、踊りを、している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。